皆様こんにちは。私は坂本真希といいます。大阪の、方で活動していますけれども、日本聖公会大阪聖パウロ教会で、オルガニストとしてもご奉仕させていただいています。今日はこの与えられた時間、皆様と一緒に賛美の時を楽しんで、そして心を込めてお捧げしたいと思ってます。どうぞよろしくお願いいたします。小さい頃から教会に通っていました。ですので、賛美歌や、教会に通うことは私にとってとっても身近であり自然なことだったんですね。その中で一番初めに出会って、大変好きになった賛美歌があります。まずはその曲からお聴きください。 Jesus loves me。
ありがとうございました。イエス様が私たちのことを愛していると聖書に書いてある、そうなんだと、子供の頃の私はすごくそれをもう素直に当たり前に感じてたんですね。しかし大きくなってだんだんこう教会に通っているとですね、小さな私に神様は何かこう悪いことをしたら怒ってらっしゃるんじゃないか、まるでこう父親とかですね、近所のこうちょっと口うるさいおじさんとまではありませんが、私のことを思って怒ってくださってるのかもしれないけれども、私は神様に、本当に悪いところを見られたくない、そんなふうに思ってしまったんですね。いつしか大好きだった神様やイエス様は、私の悪いところを指摘してくるとても怖い存在になってしまいました。でその時に、この賛美に出会ったんですね。どんなに私たちのことを愛しているかをこの歌で知りました。そしてこの歌でイエス様のことを友達だって言っていいんだ、友達だって言っていいんだということを知りました。この歌を歌っておられたレーナ・マリアさんのコンサートに行ったんですね。その時に彼女の CD で、イエス様は私のベストフレンドですとおっしゃっていることを本当に心から羨ましく思いました。今日は、今は私はイエス様が私のベストフレンド、大親友だと思っています。心を込めて賛美します。一羽のスズメに。Jesus, His eyes on
ました。さあイエス様がお友達だ、ね、このことを知ってから私は音楽大学の、ね、作曲学科を出たんです。でその時に私の入学時代に、私の通っています聖パウロ教会、大阪聖パウロ教会で牧師でらした、奥康則先生という牧師先生がですね、たくさん自分の詩を書き留めてらっしゃったんですね。で私が作曲学科に入った時、先生はとっても喜ばれて、はあ、実はマキちゃんに詩をつけてほしい曲があんねん言ってたくさん持ってきてくださいました。私はすごく大変戸惑いました、だってイエス様を誠の友だと、はあ、やっと思えるようになった頃でしたから、私がこんな賛美歌を書いていいんだろうか、私のようなものが、そんな風に思ってとても怖かったんですね。聖公会の中で新しい賛美を作ろうという動きがありまして、その、オーディションがあったんです。公募があったんですね。でその、曲を何曲か私も頑張って応募しました。しかしどうしてもなかなか曲がつけられない、もうストレスでですね、胃は荒れる、顔は荒れる、もう心はすさむ、こんなんで余計書けない、もうドツボに落ちてしまったんです。でも神様は私に賛美を書くことを、進めてくださいました。その道を開いてくださいました。というのも、明日出さなければいけないという締め切りの前日に一気に4曲書くことができたんです。もうこれは私の手を神様が聖霊を通して動かしてくれた、そのようにしか、そのように思うしかありません。その中の一曲が今聖公会の、聖歌集に掲載していただいています。イエス様にまだ出会ってない人の前で私は賛美をさせていただくことも結構ね、たくさんそういう恵みにあるんですね。イエス様に出会ってない人に、イエス様ってこういうことを私たちにね、教えてくれたんですよということを本当に優しい言葉で綴られた詩です。そしてまたイエス様に出会った私たちも、そのようにして心がすさんでいたり、イエス様につい離れてしまった時に、もう一度この詩を通してイエス様の教えを思い返すことができる、私も大好きな賛美になりました。普段はソプラノシンガーの方にね、歌っていただいて、私はピアノを弾くことが多いんですけれども、今日は弾き語りをしてみたいと思います。それではお聴きください。主イエスの教えたまえしは、主イエスの教えたまえしは、すべてを捨てて御神を信じ愛すること、主イエスの教えたまえ自分のように周りの人を愛すること、主イエスの教えたまえしは、捨てられた人、教えたまえしは、十字架を追いイエスの後を歩むこと。
捧げる主イエスの教えたまえしはという曲を歌っていて、最近一番心に留まる言葉はすべてを捨ててという言葉なんです。この2013年、昨年なんですが、私はたくさんの出会いがありました。その中で今握っているものを手放すという言葉を与えられたんですね。とても勇気の本当にいることです。もしかしたら大切な人のお別れがあるかもしれません。今まで当たり前だと思っていた価値観が大逆転するかもしれません。しかしこの握っていたものを手放すこと、それもこちらから一方的にではなくて、神様に示していただいて、祈りの中で示していただいて、私たちがもし凝り固まっていたものを手放したとするならば、神様はそのことを大きく祝福して、また何かのご用に私を用いてくださる、そのことを実感できた2013年でありました。2013年6月にチャリティーコンサートがあったんですね。で、私もそこに出演させていただいたんですが、その時にこの聴衆の皆さんと一緒に歌えるようにと思って一つ曲を作りました。これは詩もそれから曲も私が作らせていただいたんですが、でも作ったって言ってもね、聖書の言葉ばっかりなんです。一つは時を超えて、果てしない距離を超えて、あなたのなさることは時にかなって美しい。そしてもう一つは、恐れるな、私はあなた方と共にいる。この聖書の箇所を、歌に載せました。主よという曲です。もし、皆さんの礼拝でも用いていただければという思いも込めて作りました。お聴きください。示してください。
ありがとうございました。自分勝手に生きるのではなく、主に示していただいた生き方、これはですね、もう頭で考えてもできません。とにかく祈る、そしてとにかくクリスチャンのお友達ね、たくさん交わってみる。そしてそこで得たものを、またまだイエス様に出会ってない人たちに、もし鏡のように映し出すことができれば、こんなに嬉しいことはありません。今私は、保育園でもね、ちょっとゴスペルとイエス様のお話をする時があるんです。こんな歌があるんですよ。イエス様のお声が聞こえてくるよ、聖書のお話みんなで聞こう。お話する前にこの歌を歌うんですね。そうするともう今3年間その歌を歌い続けた子どもたちは、それを歌いながら登園しています。決して信徒さんの子ども、ほとんど信徒さんの子どもじゃないんですね。子どもたちは素晴らしいです。本当に、イエス様のメッセージを本当に素直に受けることができるんですから。子どもたちは自分たちが愛されるように愛されているんだということを信じています。私たちも子どものようにそのことを忘れずにいたいと思います。この時間本当にお付き合いくださってありがとうございました。私のこの時間の最後にこの賛美をお届けしてお別れしたいと思います。君は愛されるために生まれた。君は愛されるため生まれた。君の歩みは愛で満ちている。君は愛されるため生まれた。君の歩みは愛で満ちている。神の愛は我らの出会いの中で身を結ぶ。君の存在が私にはどれほど大きな喜びでしょう。受けて